世界中高額レンタル。ハロー、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 ヤマコイです。ナイスカイスカイです。ヤマコです。ヤマコです。本日の曲は、はい、はい、東大生なら真っ白の世界地図でもカルタできる説。待って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 。白地図だ、白地図。真っ白じゃないんだ。確かに。青い。真っ白じゃない。青いぜ。半分青い。半分青いだ。あー、そうだ、そうだ。落ちちゃった。あそこ見てね。本日は世界の覚えてミルクマップというカルタに挑戦していただきます、はい、はい、読み札としてある国の特徴を読み上げます。はい、はい、どの国のことを言っているか分かったらその国の形をした取り札を取ってください。あー、はい、裏に裏に書いてありますね。はい、そうですね。でその読み札が合っていれば正解ということで、はい、1ポイント獲得。はい、だから国の形もクイズもどっちも分かんなきゃいけないんだな。そういうことですね。この青いのは何ですか。あー、青い部分は海になっております。海、海、まあ水ですね。この青い線は、はい、そしてその青い線は国の境界になっております。あ、複数の国がまとまって一個のピースになっているものもあります。そういう場合は答えが含まれてればいいの。そうですね、答えが含まれているピースを取ってください。はい、なるほど。お手つきを1回しますとその問題は休みになります。はい、結構厳しい。で、もし全員が間違えてしまった場合はもう一回。あ、はい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 、です。問題は全部で12問、一番ポイント高かった人は優勝です。よーい、人口で勝負。国の数でしょ。国の数、ね、国の数なんだ。人口数もみんなここでこれしか狙わない。俺の今日の目標はあれだけ取る。コートジボワールだけ取らせてやる。コートジボワール取るな。コートジボワールむずいやって超むずいな。早速いきましょう。よし、はい、分かったらはいと言いながらトークバーを、はい、見せてください。はい、はい、それではいきます。はい、壊れたら思っちゃってね。1枚目読みます。世界中高額レンタルパンダ様。ハロー、ハロー、はい、今のは山上さんですかね。よし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 、中国です。でかーい。高額レンタルまでは全く分かんない。分かんない。何をレンタルしてるんだろうと思って。やべえ、一応目にして中華統一を発されたら人口勝負だったら絶対負けちゃう。絶対やばい。まだまだね、13億人いるから。はい、では続いてまいります。はい、よし、読みます。大統領ピンクハウスで。はい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 、アルゼンチン。正解。やったー。もうちょっと勢いでね、大陸落ちちゃった。勢いで、勢いで。ピンクハウスで。はいはいはい、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 ありがとうです。アルゼンチン、裏もピンクだった。ほんだ、あとちょっとウルグアイも負けついてる。大統領ピンクハウスでお仕事中ということで、アルゼンチンが正解です。やった、もうこれでメッシは抑えた。いやー、ピンクハウス出ちゃった。カサラソだね。カサロサーだ。札にはですね、国家統合の象徴として二大政党のイメージから赤と白の混色を大統領府にというふうに豆知識を書いてある。いい豆知識だ。はい、では続いて3枚目参ります。ちょっと見えてる。読みます。スフィンクス見つめる。エジプト。あ、やっ、いや、これコフエジプト。お、あ、お前アンゴラ。アンゴラは残念。アンゴラになっちゃった。しかも答え、はい、じゃあこれ、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 あ、こっちが早かった。あ、すごいさ、答え言っちゃったよ。エジプト正解。アンゴラとエジプト似てる。直線でこされる。むちゃくちゃ似てるもん。むちゃくちゃ似てるもん。今のどういうところで。もう言ってるからスフィンクスに、もうスフィンクスいいのにエジプトしか知らない。ちなみに読み札はスフィンクス見つめる先はピザ屋さん。あー、はい、聞いたことある。これで全員1ポイントずつ獲得です。うわー、やられてる。接戦だな。はい、では4枚目読んでいきます。よし、読みます。アフリカの角と呼ばれる。座れ。ソマリアはね、ちょっと開ける前に言うけど、はい、めっちゃペルと似てんのよ。おお、ペルの可能性あるね。バン、ソマリア。ソマリア、うわ、ソマリアは正解です。すごっ、早かったですね。もうね、やっぱね、ブーメラン型をしてる国といえばソマリアかペルで、はいはい、ペルのがね、ちょっとぼやっとした形をしてるんですね。
ソマリアはね、バシッとした形をしてるんで、ということで、アフリカの角と呼ばれるとんがり国土、はい、ソマリアを見るとんがり国土ね、ジアマリア、半端ねえ動詞にしかつかない枠や言葉、確かに動詞とコールにしかつかない枠や言葉、はい、では続いてまいります。5問目、よし、読みます。おいしいぞ、日本が師匠だ、鮭の養殖。はい、はい、ノルウェー。残念。わかんない。はい、はい、ディリー、シリー、正解。ノルウェーサーモン、ノルウェーサーモンもあるから俺はノルウェー探してて、いや、北欧かなと思ったら、やっぱ寒いイメージあるから。でもチリサーモンもね、あります。確かにあるわ、チリサーモン。世界有数の水産国として知られるチリですが、もともと生息していない鮭の養殖技術は日本人が伝えた。生息しないんだ、しかも。そうなんです、はい、アンチョビとかもね、取れる。そうですね、魚介類が結構盛んな国ですけど、ね、うん、ホーモルト海流ね、流れてます。そう、だからその辺寒くて砂漠になっちゃうんだね。そうなんです、アタカマ砂漠がありますね。そこも高風が吹くからね。アタカマ砂漠があたかもしれない感じだね。アタカマのところが強引に向かう。はい、それでは続いての問題に参ります。はい、読みます。よし。変な草、寿命も根っこも長すぎる。は？あ、終わり。終わりです。変な草。じゃあこれ取るか。はい。はい。アンゴラ。アンゴラ言ったね。アンゴラ。残念。違うか。変な草が生えてるとこね。答えは分かった気がするけど。はい。形が分かんない。形が分かんない。答えが分かんないから、一発勘言っとくか。あ、めくるね。確かに。お、ブラジル。ブラジルだ。残念。何をめくりたいか喋っていい？はい。ナミビアの、いや、そうなんだよ。僕もね、ナミビアが欲しいだよ。ウルビッチャーのこと考えてる。そうなんですよ。ナミブ砂漠に生息するウルビッチャーの話を僕は知ってるんですよ。また砂漠の国。はい、これがナミビアです。お前、モーリタニア。モーリタニア。モーリタニアは間違いです。ああ、はい、みんなであとナミビア探したもんね。はい。おマダガスカル。あ。残念。あ、違うか。一瞬もうバオバムじゃね、これもうむしろ。はい、これがナミビア。おナミビアだ。これね、ナミビアです。正解。このこんな女、これカプリネ海道か。あ、そっか、海道があるんだ。そうですね、あの国境地帯で微妙になってるところにちょっと干渉地帯設けるっていうの、海道と細長いね、領土ができることがあるんですよ。これ読みは、これは、まあ、さっき言ったように、メルビッチアがナミブ砂漠に生えているので、ナミブ砂漠があるナミビアが答えかなと。あの、和名奇想天外。いつ言うかなって。奇想天外って名前なの？そう。そう、へぇー。奇想天外だから。めっちゃ伸びるし、めっちゃ寿命長いんですよ。っていうので、これむしろこれ我々の解釈ミスでバオバブなんじゃないかと思って、はい、またガスカルを取りに行ったんだけど。バオバキーじゃない、草じゃない。そうなんだよな。参ります。読みます。オペラハウス。タイヤー！オペラハウス。タイヤー！オペラハウス。タイヤー！これは須貝さんですね。いや、わかんない。モンゴルかもしれないよ。ザ・モンゴル。モンゴルのオペラハウスって言う。それ四国かもしれないよ。それ四国かもしれないよ。これ四国、オーストラリアじゃないですか。大丈夫ですか。バレたー！いきますよ。はい。ベン、オーストラリア！正解！オペラハウス、建設費用は宝くじということでね。オペラハウス正解です。全然知らん情報だ。ヨルムツヨルムツオさんね、コンペでね、コンペで獲得したんですよ。あのデザイン、誰が決める。あ、そうなの。いや、これもっと防気サイトの産地とか来るかと思って。確かにこの辺で防気サイトが取ることで有名だから。あとグレートバリアリーフがここにあって。あとここが第三性ポンチでしょ。グレートアーテジアね。うん、ここグレートディバイディングが通ってるからね。グレートつきがちね。オーストラリアの地名第三性。そんだけね、オーストラリア詳しかったら取ってもいいでしょ。取ってもいいでしょ。いやー、早かった。はい、それじゃあ参ります。はい、残り5枚ですね。読みます。体より長い尻尾のワオキツネザル。どこ？マダガスカル。あ、え、それだっけ。はい、マダガスカル。あ、ほら、くそ。正解。やったー。マダ助かる、マダ助かる。そーれで、有名なマダガスカル。正解。本当有名なのあるよ。マダガスカル有名だから、そのギャグ成立してるの。あ、そっか。さっきのね、バオバブでね、そう、取ってたから俺ちょっとなんとなく位置覚えてた。確かにね、バニラ、いや、バオバブの木とも書いてあるので、さっきの読みはね、良かった。ああ、なるほど、うん、バニラも入ってる。バニラの生産が有名なんですよ。参りましょう。読みます。カカオ豆、山積み取れる世界一。これが、はい、あ、これポーランドだった。
わらかでカゴが取れる。だねー。いや俺これさ、今日俺が取りたいやつでしょ。今な探してるのはコートジボワール。俺の今日の目標はあれだけ取る。コートジボワールだけ取らせてやる。コートジボワール取るな。でもこれあれか、繋がってる可能性もあるんだよ、他の国と。うわ、これむず。いい読みですね。そのパターンはね、もう地獄で無理。これかな。ちょっと全然違った。スペイン。これバルト三国でしたね。これグアテマラ。グアテマラだった。モーリタニアでしたね。これね、あれだと思う。あのベネルクス三国かコートジボワールだと思うんだよな。お、はい。あ、ルーマニア。全然違う。全然違う。モリドバかこれ。これ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 は。お、コートジボワール。おー、正解。こんな繋がってる。いやー、これもうホークマンだったからな。コートジボワール出る読みはあったのにな。確かに出しやすい。ゾーゲ海岸という意味があるね。そうです。コートジボワール、そう、アイボリーってある、うん、あれをフランス語で言うとイボワール。あー、そうなんだ。だからコートジボワール。なるほど、なるほどね。いきます、読みます。人類初、バイコヌールから人工衛星。はいはい、じゃあ伊沢さん、カザフスタン。ああ、モンゴルやった。モンゴルではございません。それだろう、カザフスタン。正解。カザフスタンの方がね、面積が大きい。そうですね、うん、内陸で一番でかいから、くっつけられるかな。結構どこだ、秋隣やってんの、その2つ。隣やってない、隣やってない。じゃあくっつかない。じゃあくっつかない、うん。じゃあみっちゃくっつかない。なんだろうね。はい、これで、山上さんも4点目。やば、強っ。はい、それでは続いてまいります。残すところ2枚です。読みます。はい、南半球。富士山そっくり、タラナキ山。タラナキ山、はい、はい、ニュージーランド。うわー、見つけた。正解。すごい。どんな話してて今。今ね、めっちゃイタリアだなと思ったら、あー、海、これ海、海が溜まってんのさ。海があったと思う。クック海ですね、これね、うん、はい。なんかニュージーランド、確かに日本と似てるイメージある。そう、気候も似てますからね、うん、ニュージーランドね、ラストサムライのロケ地になってる。そうです。へ、タラナキさんを背景に撮ってる、ね、そう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 、富士の人、うん、太陽の羊を手に入れて。そう、中国とニュージーランドという太陽の羊。人口数1位は中国ですから。で、ニュージーランドはね、人口よりも多い羊。あ、そうそう、もう圧倒的羊を。これで山上さんが5点、伊沢さん4点、菅井さん2点。やばいし、なるほどね。最終問題です。全然わけわからない、クリクリぞ。読みます。はい、魅力アップ、小学生でもメイクで登校。うわー、おー、わかる。わかる、その演技。そんな日本でもやってそう。なんかそういう国でしょ。でもはいはい、いや、ありそうなんだよね。ノルウェー。いや、そうなんだよ、ありそう。残念。小学生がいそうな国ね。そう、小学生がいそうな国。いっぱいいるだろうな。パプアニューギニア。いや、わからない。残念。あー、そうですか。スウェーデン。残念。あー、なんかそうだったけどな。小学校はおしゃれにも寛大、メイクを楽しむ女の子もいるらしい。もう、これは情報増えてる、ね、はい、はい、タイ。タイって結構美容の国で。あー、確かに。残念。あー、なんかこれ意外にもでこのでかい国とかの可能性ある。あるね。エスパン。スペインね。残念。あー、ヒントは結構大きめの国です。おい、これお、行こう。ブラジル。正解。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画も見てください。マジで？ブラジルかい。ブラジル。カーニバルの時とか、確かにサンバカーニバルか。カーニバルの時とかね、イメージ、確かにそう言われるとあるね、うん、ということで、優勝は山上。いやー、山上王国。山上帝国の完成じゃん。山上帝国の手のもとに世界は下った。国民は全員に勝たしてクイズをこなさねばならない。夢の国ね。1日100問ね。夢の国ね。結構でかいし、でかいよ、結構人いるよ、それ。ブラジル、中国、カザフスタン。ということで、今日はね、国境パズルをやってきましたけどね、世界にはいろんな国があるんだ。ありましたね。ありそうなことが分かりました。世界平和を目指して頑張りましょう。はい、ということで、チャンネル登録、ツイッターのフォローしてください。絶対よろしく、さよなら。バイバイ。辻元にして。